今走っているところは大通公園といって、札幌の中心部にこう東西に伸びている長い公園なんですけれども、ここはもともと札幌の町を明治時代の初めに作った時に、この大通りっていうのは真ん中に公園がなくてただの幅の広い道路だったんですね。その北側が官庁街、そして南側が、民間の町、商店や、人々の家が並ぶ町ということにしていたんです。ですからその町の構造を分ける、防火帯ではないですけれども、そういうお堀のような、なんとなくそういう分断するようなイメージの場所だったんですよね。そこに後に公園ができて、戦後になるとそこでいろんなイベントが開かれるようになって、もともとこう官と民を分けていた緩衝地帯が人々が集うところになったという、そういう場所なんです。さて、まもなく選手がこの大通公園で曲がるんですけれども、ここにさ、オリンピックのモニュメントが立っていますね。これ反対側映るでしょうか。西10、これ10丁目側なんですけど、後ろが11丁目側に、あ、ちらっと映った。こういうものがあるんです。このクリスマスツリーのようなオブジェ。これはマイバウム、ドイツ語で5月の木と言いまして、実はこれはドイツのミュンヘンから送られたものなんです。ミュンヘンというのは札幌の姉妹都市なんですよね。なぜ姉妹都市になったかというと、一つには1972年、同じ年に冬と夏のオリンピックをやったんです。そしてどちらもビールの街なんですね。で、そういう縁があって姉妹都市になって、その記念に、贈られたものなんです。ドイツでは5月初夏にですね、こういうものを飾って、そして家族や家畜の幸せを祈るという風習があるんですね。ですからこれはオリンピックゆかりのモニュメントと言えなくもないんですけど、ちらっと映ってよかったなと思います。それが今五輪マークと向かい合ってるっていうのが面白いですよね。さあ、大通公園にはいろんな石碑とか像があります。西10丁目、ちょうどこれから選手が折り返すところには黒田清隆とホーレス・ケプロンの銅像が2つ並んで立ってるんですよね。黒田清隆っていうのは後に総理大臣になる人なんですけれども、開拓使の次官も務めた人で、ホーレス・ケプロンっていう人はアメリカから招かれたお雇い外国人で、いろいろ農業などの指導をしてくれた人なんです。どちらも北海道の、父と言っていいんじゃないかなと思います。ちょうど今8丁目9丁目ちょうどこの辺りにですね、イサム・ノグチがデザインした滑り台があるんですよ。ブラックスライドマントラっていうんですけれども、それを作った時にイサム・ノグチはどうしてもこの道路の真ん中に置かなければダメだというふうに言ったらしいんですよね。で、札幌市が粋だなと思ったのは、それでそこ道路塞いで、繋いじゃったんですよね。で、そうだからあそこだけ南北に通れないのね。そうで、道路を塞いじゃって、で、真ん中に置いた。札幌市って時々そういうのが粋なことするんですよね。あそこだけね、大通り公園が南北に通れないから、そう交通的にそんなに影響がないところだったからよかったんだけど、今静音碑があるので、5丁目ですね。ここは静音碑というのは、明治大正昭和の歴代天皇に感謝するために建てられた石碑なんですね。今大通公園で本当は夏はビアガーデンとか盆踊りとかいろんなイベントが開かれてるはずなんですよね。今年はこのマラソンもあって、コロナもあって全部中止になったんですけれども、本当はこの5丁目から、11丁目までずっともう日本最大規模のビアガーデンが広がっているはずなんですよね。あれ1万何千席とかあって、あれ本当に日本最大規模なんですよ。で、期間中はなんか札幌市民仕事にならないんですよね。すごくこうそわそわしてそうね、なんかね、早く切り上げて行ったりするじゃないですか。そうそうそう、ちょっとお客さんが来てるんでちょっと行ってきますね。そうそれが、ね、許されるというかあとは営業マンなんかはビアガーデンのその会場をこう歩いて回るといろんな人に会うから、はい、そう、あ、どうもどうもって言ってちょっと乾杯ぐらいしたりぐらいにして、
なんかそういうね、札幌の夏の風景がもうここ2年間ぐらいないので、うん、来年こそ復活してほしいなと思ってるんですけれども、最近はこの大通公園でいろんなイベントが、そのビアガーデン、その前にあのよさこいもあるし、5月にはライラック祭りがあって、それから秋にはオータムフェスト、それから、11月にはホワイトイルミネーション、そして2月には雪祭り、うん、常にこのいろんなイベントが開かれていて、よくあのカメラマンさんと話しするのが、プレーンな状態の大通公園を撮れる期間がなかなかない、なかなかないかもしれないですね。そう、うん、何かしらこう設営されている、うん、それが皮肉なことに今年、去年と今年はこのコロナ禍のおかげで、そのプレーンな状態の大通公園が割と撮り放題だったんですよ、うん、だから写真的にはあのすごく良かったというとも言われていますね、うん。